今日も庭木の伐採になりますが、今日はこちら、この大木を切っていきます。あ、いたいた。今引っ張って切り倒しました。2本の大木がなくなって空がとても広くなりました。前回と今回で切った大木の幹がこれだけになります。運んでくるのも大変でした。これが幹の上にあった枝です。こちら側は切れましたが、向こう半分もう半日やれば整うと思います。